緊急企画、はい、宗男くんのおひげ、はい、剃るか剃らぬか大会議イエーイ。宗男さん、動画のコメントでおひげについて多々言われております、はいはい、過去にあの結婚式で、はい、突然髪を切るという、もう長、もっと長かったんだよね、ロン毛にしてて、結婚するから落ち着こうよってことで、あのお知り合いの美容師さんがもうバッサリ切るという企画をやってました。その中、ヒーゲ、ヒーゲとヒゲコールが起きました結婚式の壇上で、いや、それと、そのヒゲコールにも負けずに剃りませんでした。すごかったよ、もう結婚式会場が一体となってヒーゲ、ヒーゲって言ったけど、それでも逃げ切ったからね、この男ってことで、今回はいい機会なので、はい、このおひげをもうヤギみたいになってるので剃らせようと。で、今ツイッターでアンケートを取っております。あ、取ってますか。アンケート、いえ、剃るか剃らないか、この結果でいいですかめっちゃ髪長かったから髪切れと、で、ひげも剃れと、意地でも剃らないからね。じゃあ俺は剃るに入れてればいいんですか。いいよ、俺も剃った方がいいと思うから。剃るに入れればいいんですね。ちょっと待って、ちょっと待って、はい、その後ですね、切った後、切った後ですね。ひげ残ってる。現在110票入っております。おー、さっきアンケート取ったけど、はいや、ただいま中間発表、はい、剃るが48%、おー、よこよこい、剃らないが 52%。 いや、剃ろうよ。でもね、いや、絶対剃ったがいい。この前ね、うん、ツイッターでヒゲは嫌いだけど宗男さんのヒゲは許せるっていう。どこがじゃあこれちょっとほら、これやばいやろ。剃らないでください。あればあるほどイケメンなんです。もっとさ、じゃ切ろうよ、せめて、うん、切ろうかな。これ、マジヤギみたいに、この口の下とかやばいやろそれ。一旦ゼロにしましょうよ。一旦ゼロにしてから考えようよ。それダサいよ。ゼロにすんの絶対ダサい。じゃあこう、こうして、こうして、おー、若い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 、はい、して、うわー絶対そったよ。そんな反応になるか。いや、マジで多分これがいいと思ってる人、世の中に2人くらいしかいない。まあまあ、まあ、お、若くなった。いいじゃん、若返って。じゃあメガネも外そうよ。じゃあ、おぉ、若いしね、青々なったわ。後悔した？いいけどさ、髪の毛パッと。じゃあお披露目まで3、2、1、はい。おぉ、いや、いいじゃん、いいじゃん、全然いいじゃん。こっちがいい。いや、青くないし、全然青くない。黒いのだ。ていうか、大して変わんねえな。若いわ、若い若い。え、あんま変わんないじゃん。そっちがいいでしょ。うん、そっちがいいよ。若返った少し。あ、胸奥でもちょっと太ったね。ちょっとね。ね。あ、でも太った方がいい。痩せすぎてたもん。10年がノーなったわ。え、青くないやん、全然。うん、全然青くない。この点々が気に食わない。点々なんてないですよ。顕微鏡で見ないと分かんないですよ。うん、ってことで、ヒゲ剃りました。ありがとうございました。ありがとうございました。わぁさあ、ゲームしようっと。あー、10年